県内の公立中学校の男性教諭が先月、懇親会の場で女性に対しわいせつ行為を行ったとして県教育委員会はこの男性教諭を今日付けで懲戒免職処分としたと発表しました。懲戒免職処分となったのは 県内の公立中学校に勤務する30代の男性教諭です県教育委員会によりますとこの男性教諭は先月県内の飲食店で開かれた懇親会の場で女性教職員に対し本人の同意なく複数回キスをする歪説行為をしたということですこの男性教諭は二次会の場でも同じ女性に対し同様の歪説行為をしていたということですが 詳細については被害者の特定につながるとして明らかにしていません被害を受けた女性が上司に報告し発覚したもので男性教諭は県教諭の聞き取りに対し酒が進んで気分が高揚した被害者に多大な迷惑をおかけし大変申し訳ないと話しています県教育委員会は重大な信用失墜行為として この男性教諭をきょ付けで懲戒免職処分とし学校長については所轄の島地の教育委員会が文書勲告としていますまた再発防止に向けて島地の教育長や県立学校長宛に通知を出したほか校長会や研修会の場で含む規律を守り高い倫理観を持つよう指導を徹底するとしています